フルエンジン、OS の FS60、ロッカーアームがむき出しのエンジンがついてます。ねえ、うっちゃん、超過するんですよ。スパンが2メーターあります。2メーターの飛行機、150メートルで、2メーターの飛行機。65m を超えました。はい、90m です。はい、まもなく120m。140。はい、150になりました。現在高度をちょっと超えました。150をちょっと超えたあたり、このあたりが現在の航空法での無線模型飛行機の限界となります。この飛行機スパン2メーターです。2メーターの飛行機がこれぐらいに見えるということです。現在140m、高度が下がっています。100メーター。はい、それではですね、本日のローパス、先ほど会議で説明がありましたローパスの進入コース、こちらをですね、実践します。右から進入してきました。今日のローパスですね、滑走路の向こう側、下の上を踏んでください。安全だけですね、よろしくお願いします。安全管理。